あ、こんにちは。どれくらいでしょうか。お魚クッキーを、これでも小さすぎなんですけど、あんまり大きいとあの箱も作ろうと思ってるから、あの、これを前より大変やな。前のこのクッキーはただ丸に切って周り縫うだけやったから、これ魚に切らなあかんって、もうこれを5個ぐらいはいるな。こうやってはい、1個こうやって完成。これを全部周り縫います。箱が薄い黄色で4面全く同じ枚数、黄土色もいる。周りが黄色で中黄土色やから、こんなね、丸い蓋、これをそれぞれ縫い付けて箱に、箱型に、この丸い部分はこうなる蓋なんですけど、この箱をまずこの2枚重ねたまま縫わない、縫おうか。なんかシール縫わな、なんか丸いシール貼ってますよね、箱に。この黄色側だけに縫い付けます。この縁もこれも縫わないと、こう四方八方だいぶいろんなとこ縫わなあかん。これThank you.
完成やっと。これをでクッキー入れます。でクッキーで、閉めるときはこう、こうやってね。え、可愛すぎでしょ、こうやって。中にちゃんとクッキー入ってる。で、もう一個だけ作って終わろうかな。何か分かったら当ててください。もうこれで分かったら天才。 4枚いらんかな、3枚でいいかな。ラインちょっとなんか線塗ったりして、くるみくるみじゃないんです。さすがに分からんか。玉ねぎいや、玉ねぎに見えますけど、多分玉ねぎじゃないと思うんですよね。なんなんやろあれ、ほんま。でも誰か再現してる人おったん、食べ物で。これ何やろね、なんか中華っぽいもんね、食べてんのが。このこれ、このようわからん。玉ねぎに、なんやろ、豚なんやろな。お魚クッキーと、プニプニ。